はい、ちなみにね、ちょっと地図でおさらいをしますけど、さっき行ってきたおこ墓がここね、おこ墓がここで、でね、ここに、今います、中部大運動公園ね。で、次行く瑞源寺の場所がこの辺りらしいです。もうインターからちょっと奥行ったところなんですね。まあまあ距離ありますけど、まあまあ行けんことはないでしょう。ちょっとルートだけちょっと確認して行こうと思います。珍しく、まあ私ナビを使うことがないんでね、ナビの使い方分かってないんですけど、ナビタイプの方が分かりやすいかな。どうなんだろうな。あ、いやいや、Google のね、あれは、Google で大丈夫ですよね。うん。で、ちなみに、まさか駅がね、場所がちょっと隠れてますけど、ここですからね。ああ。いやー、これはやっぱしマイカーでないとちょっと全部回るのは絶対無理でしょう。うん、ねえ、はい。では、こっちの方行ってみましょうと思いますよ。どう行ったらいいだろうな、これ微妙だよな。経路見てみよう。ちなみに車だと、すごい結果が出ましたね。車だと12分、公共交通機関だと1時間半で、歩いたら1時間26分というね、この扱いですよね。いやいやいや、ああ、もうこっから中部大運動公園出て、ストーンと行けるんですね。いや、こっちで行こう。ちょっとナビ使いましょう。こっからどこに出ればいいの？とりあえず中部大公園、さっきのとこから出たらいいみたいですね。よいしょ。さあ、沢の音も聞こえますか？やってきました。これがですね、やっぱりね、あれ、読み方がなんか違うみたい、だみたいですね。瑞源寺さんは瑞源寺さんということで、いうことでございますけど、岩内ってなってたのか、あれ全然、なんか やっぱし、読み方が違うみたいで、ございます。で、道的にはね、こっちからこうずーっと、来る感じでございますので、これ多分ね、ほんと、前に乗ってたスイフトだったら、ここ一発で曲がれんだろうなっていうぐらい、なかなか急な構造になってますんでね、出入りするのはちょっと大変かもしれませんね、というところでございますけど、ここにあるのが、あ、これね、瑞源寺さんですね。なんか結構沢の音もしますし、これはね、もみじ、また秋口とか綺麗なんだろうなと思いながら、こちらが、お堂になるのかな。ちょっと、ね、前田のごとく何にも調べずに来てますからね。これがお堂になるみたいですけどね。ちょっと、西日で眩しいですけど。急に暗くなって。おお、なんかすごい綺麗な橋になってる。ここも今は人が常駐されてないのかな。なんかありがたい言葉が書いてますけど、なんか面白い書き方ですね。石観音でいいのかな。石観音菩薩、護衛家ということで、第1番、いおちとは、たれかゆうらん、よろずよの、誓いも重き、石の観、観音ですね、これ、観音。石の観と。石が多分、ここ、石の観音に、石とか、ね、強い石みたいな石とか、なんかかかってるそうな感じですね。で、2番、朝日さす、夕日輝く、のりの山、願う心は、住める谷川。あ、住んだ谷川です。なるほど、いいですね。朝日さす夕日かか、朝から夕までね、まさに、住んだ感じということでございますので、繰り返し、岩内山に、来てもみよ、縁を結ぶ滝の
白糸、あ、滝をこれ見てた方がいいみたいですね。まあ確かにもういい音してますからね。なるほどなるほど。で、雪構造、まぐうばかりに桜花、ふららくさんも各やあるらんな。で、トナフレバ、これもすぐ涼しい、あ、涼しいだ、涼しい、岩内の、あ、一応岩内でもいい、ま、いいんだ、岩内の、かじみの池に、住める月の夜。その、岩内のところに一応アルファベットが振ってあったんですけど、なんかかなり変わった読み方になって、もうちょっと、思い出したら よかったんですけど、で、そう、最初ね、道中ちょっと撮ろうとして、試みてみましたけど、あれですね、ヒートアップしちゃってね、やっぱさすがにダメでしたね。西日でね、さすがにすっげえ暑くなっちゃってね。で、この世にも、かかる浄土の、かかる浄土の、ある、顔ぞ、ですか、とどろ、あるかとぞか、驚かれぬる岩内の山。ね、ああ、なるほど。で、あとは、次は、世の人の声を知るべし、助けんと、立てし誓いの船と頼ますと。で、ちりの世を離れて清し、いおろ山、もみじ染めなす秋の景色を。秋もさ、そうですね。くだらくの宮間を他に思うなよ、岩内山の会にこそあれとね、にあるわけでございますね。なるほど、岩内やかじみのかじみの池に、影止めて鏡かな、鏡の池にかな、影止めて、浮世を照らす月のさやげさ、なるほど。夜もいい感じなんでしょうけど、夜はちょっと来たら怖そうな感じもありますけどね。結構、お菩薩様とかも、なんか、いらっしゃいますよ。あら、ありがとうございます。なんか、再生するときになんかちょっと、尻向けてしないといけないで、なんか、気が引けますけど、まあまあまあ、でもそういう行動ですからね。よいしょ。なんかあの、怪しい感じちょっと、ここに賽銭箱がある感じかな、写真入れるときはいい感じかな。いやいやいや、いい感じじゃないですか。で、あ、水小地蔵なんかもあるんですね。なるほど、そうですか、そうですか。で、奥にあるね、なんかあるね。もう、おー、これは何、ちょっと暗いけども、これ夕方で暗いんじゃないね。わー、あー、すごい滝だ。へー、え、何これ、おー、すげえ、ホラーもある。頭上注意、いやいや大丈夫、言われなんだもん、絶対注意しますよ。この高さですからね、私の肩の位置がここですからね。で、いや、そう、あ、これすごい。ああ、こっから滝、こう滝になってんだ。へえ。あ、これは気持ちあるとね、すごい。滝があるだけでめっちゃ涼しい。びっくりした。今ね、道中、このカメラもね、ちょっとヒートアップしちゃうぐらいの室内の温度になるぐらい、結構ね、外今日暑いんですよ。いやー、びっくりした。今この滝の前のあたりに来ただけで、まあ日陰っていうのもあるんでしょうけど、めちゃくちゃ涼しいね。なに、これくぐったらなんかいろいろある感じなのかな。やっぱこういうのあったらやっぱくぐらないといけませんよね。いやー、うわー、でも怖い、うわ、これ怖い、何これ、うわ
いいの本当に行って、うわうわすごい石造りアーチ教訓っていう江戸時代に作ったやつらしいですね。へーへー、こんなところあったんだ。へー、いやこれはいいとこですね。あ、ただ一つだけ補足しときますけど、前の動画で一応なんかバスに乗って行けんことないよみたいなね案内を言ってたと思うんですけど、これどうもねバス停からめちゃくちゃ離れてるみたいですからね、バスで行くときにはちょっと往復ちょっと気をつけた方がいいです。行って帰ってきたら次のバス逃すっていう、で逃すと2時間ありませんよとかって予定ありそうなんで、あ、観音菩薩様もありますよ。あら、ありがたいありがたい。瑞賢寺奥の院、聖観音菩薩由来書いてありますね。当時より、南西約25丁の奥の院である、観音斎藤に、聖観音菩薩が祀られておりました。江戸時代初期の大地震により、頂が崩れ奥の、ああ眩しい五光がすごい、ちょうど今日の光がちょうどあれですね、真後ろに来てるんで、ザもうビンゴで五光がさしてますけど、おお、ね、崩壊して、そうなんです、地震があったんですね。で石の祠を建立して、聖観音菩薩像を安置しましたと。あ、それでもっと奥の上の方にあったんだ、それをこっちに移したんですね。ところが観音だけは山が険しく、また風雨にさらされ大変荒廃したため、石の祠だけを山頂に残し、その菩薩のみこの聖観音菩薩像の台座に安置いたしましたということで、観音岳っていうのがもっと奥にあるんですね。なるほど。で、相当奥でちょっと険しくて難しいらしいんで、こちらの方に今安置されてますよということです。これが結構最近ですね。平成3年ということでございますんでね。なるほど。すごいですね。結構いろんなところに奥まで いらっしゃったこともあるんですね。いや、ありがたいよね。動画もさせていただきましょう。ありがたい。南無阿弥陀仏。いやー、でもほんとちょうど五光がさしてるんですごくありがたい感じがありますね。いやー、いい時間に来れましたね。いやー、ちなみに虫は多いですからね、大丈夫です。もうね、蛇が出なきゃ大丈夫ですから。嫌だよ、これでまた蛇出たら嫌なんだけど。で、あ、今の下くぐったけど上から向けるんだな。こっちから上からも行けるんですね。へえ、こんな菩薩様あったんですね。へえ、いやー、こんなの駅名表あんなご案内で果たしてね、いや、なかなかないでしょ。あの案内表を見てね、よし瑞賢寺なあれよって言って、実際にここに来られる方がどれくらいいるのかは分かりませんけど、聞き方はこうですからね。はい。いや、車用意してください。これはもう、車用意した方がいいですね。一応近くのバス停だけちょっと一応チェックはしとこうと思いますけど、ああ、でも、いいですね。言っちゃなんですけど、3密回避にはもうめちゃくちゃ持ってこいじゃないですか。女一人で、ふらっと立ち寄って、緑澄み渡り、滝の音が、川のせせらぎがして、で、菩薩様も、ね、お参りすることができて、いいじゃないですかね。これがさっきの上ですね。この下がさっきのやつね。いや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 、これは、いいじゃないですか。
いやー、いいところ来ましたね。一応帰り、枝が出なければ、それでまた取っていこうと思いますけど、ちょっとやっぱしね、熱害が、あと蜘蛛の巣すごいな。おおほほほ。おほほ。シラもでかいね。これはワナビかな、うん、立派ですね、うん。いいですね。で、今のが一応、氷川峠。あの奥は氷川峠という峠になってるみたいですね。はあ。これ下からくぐってもいけるのかな。ちょっと地図見て、この先ちょっとやってみたいと思いますよ。なんか他にもね、ここ見どころがあるみたいなんですよ。今ちらっと最後の帰りの地図を見ようと思ったら、なんかね、古墳があったりするらしいんで、お寺で古墳って何なんやろとわかりませんけど、ちょっと行ってみようと思います。なんかこっちの方降りてたところとかも、いろいろあるみたいですよ。ああ、ここにもなんかあるわ。太鼓橋。これ多分、昔はこういう橋で行ってたんでしょうね。面白い。これさっきの滝のところからずっと来て。これが、岩内川とかっていう名前になってるみたいです。岩内じゃないのかな、なんか。で、一応ここが、あとは庭園だったりするらしいですよ。あ、石畳になってるわ。あ、で、これが、庭園だったんでしょうね、こっから奥が。へぇー、あ、井戸とかもあるわ。へぇー、もう今はだいぶちょっと、茂みになっちゃってますけどね。へぇー、あ、菩薩様がおられますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。名前だもって、名前だもって。へぇー、何の、もう、ねえ、世界のものかも、私全然わかりませんけど、書いてあるけども、ちょっと読めなくなっちゃってますからね。意外とこういったデータとかはね、本当にね、地域の集落で、リサーチングとかしないとわかんなかったりしますからね。でっけえ八王子なー、でっけえなー、ちょっと待って、でっかいぞー。この奥が庭園になってるみたいですけどね、蜂がでかいな。ちょっと。あれ刺された一発で、多分アウトですからね。うわぁ、ちょっと気をつけていきましょう。この辺が庭園になってるんですね。しれっと、明治24年とかですからね。すごいな。明治24年3月。はぁ。シャバリン・サバジロー・キッチュとかになってますね。へぇー。こちらの方も。立派な、建ってますね。明治20年、ね、24年はすごいですね。へぇー。で、あとはちょっとお墓とかもある感じなのかな。あ、大舞台様が。前回、奥新地でもお世話になりました。あ、こんな、大使様もいらっしゃるみたいで。すごいですね。いろいろある、ありますね。他にもあるんですね。で、この、降りてたところに一応集落があるみたいなんで、さっきの道を、下ってっても行けるそうですね。この辺りは全部、お墓みたいなんで、あまり、あれですね。こんなもんとかも、何これ。あら。何これ。何これ、めっちゃ綺麗。何なの、この、池ですかね。池で、池は池なんでしょうけど、なんか、ちょうどあそこになんか、観音様の像かなんかが入ってる感じで。何か、なんか、ふわーって開けてますよね。面白いですよね。池があって、池の先に伊勢湾が見えるって、なんだこれ。めっちゃ綺麗じゃん。
え？あ、すごい、すごいいい景色。へえ。あ、鯉も泳いでますよ。へえ、めっちゃいいじゃん。あ、めっちゃ眺めいいじゃん。へえ。へえ、こんなところあったんだ。すごいですね。へえ。あ、結構鯉が集まってる。結構いろんな鯉いますね。へえ。いやー、いいところじゃないですか。ありますね。いろいろ魅力的なところが、あの門もすごいな。あ、庭園ってなってますね。名所ってなってますよ。こうなってたんだ。へえ。あ、ここに書いてあるわ。あれが鏡、あれが鏡池なんだ。へえ。めっちゃ見どころいっぱいありますね。へえ。なかなかないですよ、今。YouTube でレビューが入ってない名称って。いやまあ、後で、うちのチャンネルから、レビューの方入れときますけどね。いや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 。で、ちょっと地元の方のあれなんですね。憩いの場になってる感じなんでしょうね。いいですね。あ、いや、いいじゃないですか。あ、どうせうちのチャンネルでね、紹介したところでね、何千人もね、人が来るなんてことないでしょうから、ね、大丈夫でしょう。まあ、こんなところ、ここにちょっと何千人来ても、止めるところもないですよ。あれですからね。まあまあまあ、行って100再生ですからね。大丈夫です。だね、その100人の人がね、あ、難航なところあるんやって言ってね、そこからね、まあね、2人、3人ね、来たらね、もう十分うちとしてはね、効果があったと、いうことになりますんでね。よいしょ。そういう蜂だけ気をつけないといけなかったな。いやー、いいところでした。ということでね、まあ、他の世代も聞きながら、ここはね、あ、とりあえず、そっか、これで全部回れたんですね。いやいやいや、ちょっと足掛けにはなりましたけど、なんとか5月中に行けましたね。松阪駅構内、名所案内、ご案内、完全制覇できましたよということで、最後にいいものもね、ありがたい、菩薩様もね、拝むことができました。いや、いい感じで、締めれたんじゃないでしょうか。最後の締めを取るのにもちょうどいいですよね。人の、気配もないですし、もうこんな感じでね、喋っとっても、何も問題ないですし。おー、空も真っ青になりましたよ。これ、本当に、ちょっと前までは雨予報もあったぐらいですからね。いや、ありがたい話です。いやいやいや、なんか、いい動画が撮れたんじゃないかなと。個人的には、非常にいい旅行になるなということで。この名所案内シリーズ、意外といいですね。ちょっと今後もね、いろんなところ、寄れたらなと思っておりますので、ね、どうなのかわかりませんけど、まあ、とりあえず、いろいろとアップロードできたらなと思っておりますので、どうぞ、チャンネル登録とね、いいねボタンとかね、押していただいてたり、コメントでね、いろいろとご意見、ご感想いただけると、すごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。最後に、もう西日がさしてますけど、いい感じでね。してますから、こんな感じで、締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。